花の道、トマさんが袋を見つけました。おや、何かな、いっぱい入っている。トマさんが友達のリスさんに聞きに行きました。トマさんが袋を開けました。何もありません。しまった、穴が開いていた。暖かい風が吹き始めました。長い長い花の一本道ができました。坂井おー。